象庁によりますと、東海地方の梅雨入りは平年6月6日頃。そろそろ梅雨の対策をという方もいるのではないでしょうか。今日のゴジスタランキングは、梅雨対策グッズ売れ筋トップ5をロフト名古屋で聞きました。まずは第5位、シューズレインカバー。靴を履いた状態でそのままかぶせて使います。足先から足首まですっぽり覆うため、お気に入りの靴が濡れる心配はありません。また畳めば持ち運ぶこともできるため、朝雨降ってたのに帰りは雨止んでいて、ちょっとレインブーツだと歩きにくいよっていう時とかに便利かと思いますね。続いて第4位、吸水傘ケース 2way ビズ。折りたたみ傘専用の収納ケースです。秘密は内側の素材。吸水性が高いマイクロファイバーを使っていて、濡れた傘を入れた状態でも蒸れを抑える効果があります。またこんな気の利いたポイントも。ボタンがついてますので、カバンの取っ手の持ち手の部分につけていただいて、外付けにして持ち運べる。ちょっと小ぶりなものもありますので、そういったものは女性の方も多く使われてますね。第3位はこちら、傘ストラップちょいと。この丸い部分には磁石が入っています。使い方は簡単。傘の骨の先端にストラップを取り付けます。車に乗り込む際、磁石の部分をボディにくっつけると、このように手を離しても傘が安定するんです。荷物を持っている、子供を抱っこしている、こういった際雨に濡れずに車に乗ることができるんです。傘立てに立てた時に、私の傘ってすぐ分かる目印にもなるので、便利なんじゃないかなと思います。生活の中での困りごとを解決するアイデア商品が第3位でした。続いて第2位、パイピングシャイニー。こちらはビニール傘ですが、開いてみると光沢のある色鮮やかな世界が広がります。光の当たり方によって表情をガラッと変える、見た目も楽しい傘です。ご年配の女性の方も持っていらっしゃったりするので、街中でよく見るので、年齢関係なく皆さん持っていただければなと思います。雨が降って沈みがちな気分の時も、これを差していれば気分も上向きになるかもしれません。そして第1位はこちら、リフェット折りたたみ傘。一見何の変哲もない折りたたみ傘ですが、素材に秘密が。実はペットボトルを再利用して作られた繊維が使われているんです。世界中から廃棄されるペットボトルを集め、新しい商品に生まれ変わらせる取り組みの一つで、1本の傘には 500ml のペットボトル3本分が使われています。骨とかも耐久性のあるものを使ってますので、リサイクル商品ではありますけれども、しっかり丈夫に作られています。カラーバリエーションも豊富で、今年春の発売以来人気も急上昇中。おしゃれな SDGs 商品がランキング1位でした。